ウォルホート家の活躍によって王都のエスフロスト軍は制圧され、グリンブルク王国の奪還はなった。戦いの翌日、グリンブルク王国は女王コーデリアの退位と新王の即位を発表する。新たに王の座に就いたのは仮面を脱いだロラン・グリンブルク。死亡したと思われていた第二王子の再起にノゼリアは震撼した。同時に王都に大きな被害を与えることなくエスフロストを撤退させたウォルホート家の手腕を人々は褒めたたえた。ロランはグリンブルク制圧がエスフロストの陰謀であると訴え、グスタドルフを強く非難する。しかしそれに対する民衆の反応は様々だった。戦乱とエスフロストの支配を経たグリンブルクは以前のままではなかったのである。激闘を制して王国を取り戻したセレノアたちの前に新たな問題が立ち上がり始めていた。第14話後編、栄光が何時を迎えるところへ。おめでとうございます、ロラン王。ああ、ようやく戻れた。セレノア。はい。お前が友であることを改めて誇りに思う。もったいないお言葉です。ロラン王。ハイサンドの方々が参られました。ロラン王、我らはハイサンドへと戻ります。こたびの助力、心から感謝する。何、エルフリックの威力を確かめられた。我らにも様々な利益がありました。ええ、予想以上の威力だったわね。教皇もさぞ喜ばれることでしょう。陛下、断交宣言の撤回とエスフロストへの圧力、くれぐれもお願いいたしますぞ。承知している。ウォルホート公と協力して進めていくつもりだ。ロラン王、一つ確認しておきましょう。セレノア殿は今やハイサンドの七聖人です。教皇の許可を得ず、あなたの手駒として使われては困ります。待ってくれ、セレノアは王国の領主でもある。何より我が友だ。これまで通り共に進んでいくつもりだ。美しい友情と言いたいところですが、私は祭りごとの話をしています。セレノア殿、貴公は自分の立場をどう考えているのだ。もちろん、ハイサンドに受けた恩は忘れません。私は七聖人、そしてウォルホート家の当主として、教皇とロラン王のために微力を尽くすつもりです。つまり教皇のみに従う気はないと。それは。グリンブルクとハイサンドは今や手を取り合う中、セレノア様が両国に尽くしても不都合はないでしょう。そもそもセレノア様の今後の処遇はロラン王と教皇の間で取り決めるべきことです。正論だな。我らが口を出すのは先月であろう。うむ、近々教皇に謁見し話し合わせていただきたい。セレノア、これまで以上に忙しくなるだろうが、よろしく頼む。はい、もちろんです。
ではしばしの間、ミロをこの地に滞在させよう。皆様をお助けできる機会も何かとあるだろう。ミロ、両国友好の証としてよろしく頼むぞ。かしこまりました。では我らはこれで。ご苦労であった。我々の内偵を続ける必要がある。ミロを残すのはそういう意味でしょうね。探られて困ることもないだろう。お前が言った通り、我らは手を取り合う間柄だ。表向きはです。ハイサンドは善意で我々を助けたわけではありません。必ずこの貸しを取り立てようとするでしょう。現に先ほどもセレノア様を取り込もうとしました。だがエスフロストを撃つには彼らの協力は不可欠だ。ハイサンドに対抗するにはエスフロストの力が必要。そう言い換えることもできます。エスフロストが消えればハイサンドは用済みのグリンブルクを支配しようと企むはずです。ローゼル族のようにですね。エンコで見たローゼル族の扱いを忘れるわけにはいきません。あれがハイサンドの本性なのだと思います。わかっている。グリンブルクは父が、そしてコーデリアが必死で守ろうとした国だ。他国の好きにはさせない。俺はこの国を立て直すために戻ってきたのだ。何より先決なのはグリンブルクの再建です。今はまず国内のことに集中しましょう。王都陥落の詳細は分かった。アブローラはどうなった？ノゼリア大河に落ちて行方不明です。タラースとエリカは？それがお二人とも戦死を遂げられました。お悔やみ申し上げます。そうか、手駒が足りなくなってきたな。手駒？身内の死に対してなんと冷酷な。ハイサンドが動かぬと読んだのは失策だった。いや、過ちはロランの偽りの死を信じたことか。いずれにせよオルホート家にしてやられた。さらに強力な新兵器が使用されたという報告が上がっております。新兵器だと？オートとホワイトホルム城をつなぐ大橋が紫色の爆発とともに崩壊したそうです。あの大橋を落とすほどの威力とは。やはりハイサンドは侮れんな。我々も急がねばならん。大金砲の完成を。栄光が何時を迎えるところへ。おしまい。はい、ということで短いですが本日はここで終了にしたいと思います。また次回をお楽しみに。バイバーイ。